What is up, guys? 皆さんどうも、K です。はい、今回はですね。はい、こんな感じですね。冬でもやっぱりアイス食べたいじゃないですか。ね。はい、というわけで、正直自分でもね、何個買ったか覚えてないんですけど、アイスをたくさん冬だからこそ食べていこうと思います。ナイス。はい、まあたくさんあるんですけど、このまんま出しておいたらさすがにちょっと溶けちゃうので、5個ずつくらいちょっと食べていこうかなっていうふうに思います。なのでそれ以外はね、買っちゃった冷凍庫にしまっていきたいと思います。はい、というわけでまずはこの5個出していきました。それでは早速いただきます。まずはこちらからいきましょう。ニューヨークリッチスカッチサンド&ダブルチョコレートアイスになります。これね、セブンイレブン限定だと思うんですけどね。はい、見た目がこんな感じになりますね。ではいただきます。うん、すごいチョコレートがパリッパリで、中のキャラメルかな、ほろ苦い感じで相性抜群ですね。箱の側面にあったんですけど、表面にミルクチョコ&ロースアーモンド、中にビターチョコチップ、バタークッキークランチ、キャンディングアーモンドで、キャラメルキャンディーチップが入ってるっていうような感じですね。結構やっぱりね、キャラメル系多いですね。うん、正直量が量なんで全部食べきれるかちょっと不安なんですけど、頑張ります。このキャンディングアーモンドかな、ザリザリした食感のものもありましたね。うん、いやこれたまんないですね。最後いただきます。うん、で同じくニューヨークキャラメルサンドの今度アイスクリーム食べていこうと思います。これも新商品、セブンイレブンにあったやつですね。すごい、これなんかちょっと壊れちゃうかもしれないんであんま傾けられないんですけど、中になんかクッキークランチいっぱい入ってますね。うわ、ちょっと詳細書いてないけど、よいしょ、ちょっとこれどけて、いただきます。え、これ硬いんだけど、聞こえました今。やだー、アロマ、いただきます。うわ、こっちは苦味がちょっと抑え気味で、キャラメルの甘さが強めに出されてますね。食感がこれまた美味だ。うわ、うわ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 。これね、しかも結構ねっとりしてて、ちょっと見せられたらよかったんですけど、下の方にね、キャラメルが入ってますね。もう液状化したキャラメルみたいなの入ってます。うん。ちょっとこれ見せるんですけど、ここにちょっとキャラメルついてるの分かります？結構ね、そんな感じで下の層っていうよりかは、あ、下の層もか、真ん中と下の層に入ってる感じですね。うん、最近のコンビニアイスってなんかすごいですね。進化がすごい。うん、さっきのは結構こう食べていくうちに中にこう食感のあるものがあって、ザクザクしてて食感すごい良かったんですけど、こっちはなんか表面にしかザクザク系のものが表面にしかないので、なのでこう中の方は結構あれなのかな、クリーミーな感じなのかなって思ったんですけど、こうカップ状だからかやっぱり上のやつがどんどん下に落ちていくんですよね。なんで食感が結構最後まで楽しいですね。うん、じゃあ続いてハーゲンダッツのお濃い抹茶ラテ食べていきましょう。これはクリスピーサンドですね。最後にアイス会やった時もハーゲンダッツになんか度肝抜かされた記憶ありますね。はい、見た目がこんな感じになりますね。いただきます。あー、後から来ましたね。なんか言うほど濃いかって思ったんですけど、なんか周りのこれ多分ホワイトチョコだと思うんですね。それでうまい具合に最初の一口目がまろやかで、で食べていくとやっぱりその中の濃い抹茶の部分がすごい舌にダイレクトに来る感じで、すごい美味しいですこれ。ハーゲンダッツは毎回足元救われますね。
多分周りのホワイトチョコがちょっとこうまろやかにしてるのはそれでラテ感を出してるのかなっていうふうに思いました。では続いて森永のパリパリサンド食べていこうと思います。はい、見た目がこんな感じですね。まだこれだけだとねパリパリ感わからないですね。そしてはいただきます。非常にパリパリである。なんかね熱いチョコレートが入っててそれでなんかパキパキっていうよりかは薄いチョコレートの層が何層もこう入ってるっていうような感じなので、それでねすごいアイスのミルフィーユみたいな感じですね。パリパリ感すごい出てると思います。このパリパリ感はなんかちょっとね新鮮ですね。薄いパリパリっていうのはなんか人生初かもしれないですね。うん、いやこれ結構やみつきになりますね。では5個目ですね。こちらが同じくパリパリサンドの今度ストロベリーになります。はい、見た目がこんな感じですね。さっきのは結構こうアイスの部分が白っぽかったんですけど、今度多分ストロベリーアイスっていうような感じでしょうね。ではいただきます。うん、こっちもいいですね。結構ね強めにストロベリーが出てて嫌じゃないですね。これねこう作られた感っていうのがあんまりないのでおすすめです。これうん、今ちょっとパッケージ見てたんですけど、いちご果汁もしっかり 10% ではあるんですけど使われてるので、それでちょっとやっぱりリアルさっていうのは感じるんでしょうね。うん、このクッキーもねすごいしっとりで美味しいです。とりあえず今5個食べたんですけど、この中で一番美味しかったなって思ったのはやっぱりキャラメルサンドアイスクリームになりますかね。これすごい美味しかったです。でちょっと次の5つを選定していきます。はい、では次の5つを連れてきました。ではまずこちらアンホイップフランス食べていこうと思います。これはもうなんかパッケージですごくなんかこう、うん、なんだこれって思って買っちゃいました。はい、見た目がですねこんな感じになりますね。香りはまあ普通のキャラメルみたいな感じですね。いただきます。うん、フランスの部分はちょっと分かんないですけど、アンホイップは確かにすごい強く感じることができました。アイスの部分は北海道産生クリームを使ったアイスクリームらしいです。で同じく小豆も北海道産みたいですね。うん、まあ、普通に美味しいです。なんか和のアイスっていうような感じしますね。うん、では最後いただきます。うん、じゃあ続いて冬の濃いチョコパイ食べていこうと思います。はい、見た目がこんな感じでもうパッと見チョコパイですね。ただ冬のってことはまあ期間限定なんでしょうね。いただきます。うん、ちょっと断面見せます。もう全部チョコですね。生地もそうだし中もチョコだし上の層もチョコだし、でも全部チョコですね。チョコ尽くしで美味しいですこれ。うん、で程よいパリパリ感もあってこれ美味しいですね。うん、はい、では続いてでっかい練乳もなか食べていこうと思います。これはね確かファミマ限定だったかと思います。はい、見た目がこんな感じでこれは確かにでかいですね。せっかくなんでちょっと割ってみましょうか。あ、結構パリパリ、わあすごい、もう全部白ですね。ではいただきます。うん、もう思った以上に練乳でちょっとびっくりしました。最初ねあのさっきのチョコパイの後味が残っててあんまり分かんなかったんですけど、これすっごい練乳です。でしかもサイズもねこれかなり大きいんでね食べ応え抜群ですね。では残りの半分もね食べていきましょう。これもまた北海道産練乳使ってるんですね。なんか北海道って何でもありますね。
でもなんかこう断面見てるとバニラアイスとはやっぱり違うんだなっていうのを感じますね。なんかすごい綺麗というか、ホイップを凍らせたみたいな感じでね、なんか綺麗ですね。うん、じゃあ最後の一口ですね。ちょっといかにお腹を冷やさずに食べ進めていけるかがね、勝負になってきますね。はい、では続いてお芋もなく食べていこうと思います。うわすごい、もうこれパッと見お芋じゃないですかこれ、すごいや。じゃあまずちょっと何も解説とか読まずにね、このままいただきます。もうまるでお芋ってかお芋ですよこれ。なんかすごい本当のお芋も入ってるし、アイスにもお芋が練り込まれてる感じ、ねっとり美味しいですねこれね。今ちょっとこだわりを読むんですけど、紅はるかを使用した焼き芋の風味が豊かに香るお芋アイス、ねっとり滑らかさつまいもあん、お芋アイスはすっきり後味の良い甘さに仕上げていますっていうのでね、あ、おすすめの召し上がり方もありますね。さつまいもあんを下にして食べると風味をより一層味わえます。あ、まさに私ちょっとねおすすめの召し上がり方でいただいちゃってましたね。このままちょっと食べていきましょう。うん、なんか今思えば最近あれですね、ちょっとさつまいも食べてないなって気がしますけど、これでちょっとそのさつまいも欲満たされちゃいましたね。うん、よし、では最後いただきます。では第2陣の最後がですね、冬限定今だけ濃厚抹茶のモナオですね、食べていこうと思います。はい、見た目がこんな感じで、まあ普通のモナオって感じですよね。はい、ちょっと割ってみましょうか。えい、うん、まあここまでもまだなんか本当に濃厚なのっていう感じしますけどね。ちょっと食べてみますね。いただきます。うん、美味しいです。濃厚かどうかって言われたら、あ、後から結構きますね。後から濃厚ですねこれ。あ、結構濃厚です。苦味が強いです。うん、なんかまあ本当に通常のモナオのあの中の抹茶アイスを濃くしたっていうような、まあ突筆すべきところは特にないですかね。うん、このままちょっと食べ進めちゃいますね。はい、今のね第2回戦ちょっと難しいとこだったんですけど、個人的にはこのでっかい練乳もなかが一番美味しかったかなっていう風に思います。ではこの調子でね、ちょっと第3ラウンドも進んでいければなっていう風に思います。はい、お次の5つ用意させていただきました。ではパルムのモンブラン味食べていこうと思います。はい、見た目がこんな感じですね。美味しくないわけないですよね。いただきます。うん、これね思った以上にモンブランですね。わあすごいな。ちょっと断面見せますね。上の方にねマロンソース入ってますね。表面がホワイトチョコで、アイスがですねイタリア栗のペースト使ってるんですね。でマロンソースっていう感じみたいでね、結構素材こだわってる感ありますね。危ない、ちょっと落としちゃいましたね。危なかった。うん、手で申し訳ないんですけど最後いただきます。うん、じゃあ続いてこのフォンデュ食べていきましょう。移りゆくチョコの幸せを最後までっていうことでね、とろっと生チョコらしいです。はい、見た目がこんな感じですね。パッと見なんかパルムっぽいですね。ちょっと割れちゃってるんですけど、いただきます。うん、これもまた断面見せます。こんな感じでね、中に生チョコ確かにすごいたっぷり入ってましたね。これ結構面白いですね。こっちがねホワイトチョコアイスになってるんですね。半分で分かれてるっぽいです。うん、チョコレートもねパリパリですごい美味しいです。
では続いてこのソフト君食べていきましょう。これ一応ガリガリ君のシリーズらしいんですけど、ソフト君になっちゃいましたね。食べていきましょう。はい、見た目がこんな感じですね。なんか若干ね、半時計っぽいので、食べます。いただきます。思った以上にソフトでした。リプトンのミルクティーみたいな感じですね。で、それをアイスにした感じで、すごい美味しいです。うん。ただ周りのね、アイスっていうんですか、はガリガリ君ほどじゃないですけど、ややガリガリしてるっていう感じで、食感もややあって美味しいですね。ただのソフトクリームじゃない感じです。うん。昔ね、よく紙パックのあのリプトンのミルクティーとか飲んでたので、なんか懐かしさみたいなのも感じますね。あー、ちょっとお腹冷えてきましたね。すっごい濃厚で美味しいです。続いてこのおんもちシリーズのきなこもち食べていこうと思います。これもなんかおんもちシリーズとは書いてあるんですけど、これ多分他のシリーズあれですね、知らないですね。はい、見た目がこんな感じになりますね。ではいただきます。もう、うわ、これすっごい美味しい。なんか今まで食べたお餅系のアイスっていうんですか、なんかちょっと牛皮感っていうんですかね、柔らかすぎたり、あるいはちょっと硬すぎたりみたいな感じはあったんですけど、これは結構ね、リアルにお餅で、で周りのきな粉の感じもう本当になんかちゃんとしてて、きな粉餅アイスとしてこれはすごい成立してますね。うん。もうなんかね、当たり障りない感想にしかならないですけど、本当になんかきなこ餅そのまんまアイスにしたっていう感じで、味自体は飛び抜けて美味しいってわけじゃないんですけど、これしっくりくる感じが最高にいいですね。チョコのね、パリパリ感もすごい最高ですね。では最後の一口ですかね。いただきます。あー、めっちゃ体冷えてきた。あー、じゃあこちら最後ですね、ゴロロン果肉アップルパイバー食べていこうと思います。もうこのパッケージにも書いてあるんですけど、リンゴ果汁果肉 25% って、これ結構高い水準じゃないですか。もうパッケージからでも美味しそうだったんですけれども、見た目がこんな感じになりますね。思ったよりもちょっと小さめな感じですかね。いただきます。思ったよりもね、これアップルパイみたいな感じですね。なんか表面のアイスがいい意味で薄いので、アイス感がちょっと少なくて、冷たいアップルパイ、あんまりいい表現じゃないね。もう本当になんかもう食べた瞬間からリンゴ感がガツンってきて、すごい美味しいですね。うん。なんかね、ややしっとりしたものも入ってて、それがですね、なんかパイ生地らしいんですよね。アイスにパイ生地入れるってなんか結構斬新ですよね。個人的な部分にはなっちゃうんですけど、もうちょっとシナモン効かせた方がなんかより美味しくなったのかなっていう気はしますね。結構美味しいんですけど、体がちょっと震えてきましたね。寒いですね。うん。とりあえず今の5つからだったら、ちょっと難しいところではあるんですけど、このきなこ餅に軍配が上がるかなっていう感じはしますね。こっちのソフト君とも悩んだんですけどね、いい意味で素朴な感じですよね、どちらも。で、そこでまあ本当に好みの問題なんですけど、和菓子が好きなので、そこでまあきなこ餅に軍配が上がったっていうような感じです。